皆さんこんにちは、ネタゲオへようこそ。ネタゲオはアニメ、ゲーム、さまざまなイベントを紹介する番組です。今日はね、ボンダーフェスティバル2015冬を、話したいと思います。このイベントはガレ敷地やフィギュアがたくさん、展示するでかいイベントですね。去年もね、紹介しましたので、今日はね、全体の紹介しないので、とりあえず企業ブースから案内したいと思います。それでは行きましょう。それではフィギュアとガレージキッドの祭典、ワンダーフェスティバル2015冬に行きましょう。まず向かったのは企業ブースゾーン。このゾーンの規模はどんどん大きくなっています。企業の関心度が高まっているということでしょう。まずは会場で最大、いや、イベント史上最大かもしれません、グッズマイコンパニーのブース。大人気の艦隊コレクションのコーナーがありました。言っときますが、艦隊コレクションの話題がこの後も出てきますよ。このグッズマイレーシング&チームウキヨの車のように、車の展示は見慣れていても飛行機が出てくるとはな。グッズマイコンパニーは千葉で行われるレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2015のオフィシャルパートナーなんですね。フィギュアの話に戻ると、番組がいくつかできそうなほどかなりの数のフィギュアが展示されていました。多くのフィギュアを展示していたブースは他にもたくさん、ことぶき屋もその一つ。トニシーのイラストを元にした綺麗なフィギュアがありました。トニーズヒロインコレクションからシャイニングアークのヴァイオラ、こちらはアナベル、新しいカードフィギュアシリーズのキューポッシュ。可愛らしいフィギュアは人気が出そう。ここにもやっぱり艦隊コレクション。ことぶき屋のブースを去る前にフィギュアをいくつかお見せしましょう。続いても有名フィギュアメーカーのメガハウスのブースに行きましょう。ドラゴンボールのフィギュアがかっこいいな。特にこの悟空、人気のポートレートオブパイレーツワンピースシリーズもありました。セラムコーナー、ここももっと詳しく紹介したいですな。フィギュア界の先駆者の一つ、カヨドのブース。キャラクターのフィギュアだけではなく、竜などのフィギュアもありました。潜水艦や戦車、サンダーバー2など。メタルギアコーナー、スネークがいっぱい。原型 C のボーメさんの奇跡を振り返るコーナー。ボーメさんは間違いなく美少女フィギュアのジャンルを作った人でしょう。1985年に発売された大根4のフィギュアなど、昔のモデルが展示されていました。日本 SF 大会大根のマスコットです。ちなみに大根4のオープニングアニメはすごいですよ。当時流行ってた名作を元にしたネタがたくさん入ってます。バニーガールといえば、会場には綺麗なバニーガールもいました。さあ、よだれを拭いて、次はバンダイの魂ネーションブース。スクリーンにはラブライブの映像が流れています。ここでも艦隊コレクションの存在感が大きいですね。こちらはプリキュアステージ、セラモンコーナー。次のブースに行く前に IS インフィニットストラトスのフィギュアをどうぞ。ブロッコリーブースに寄りましょう。コスプレイヤーが新シリーズのチョコルトのコーナーを案内してくれました。
この小さなフィギュアの中でケヨンが結構入ってますね。ブロッコリーのトレーディングカードゲーム、ゼックスのマジン・ルクスリア。魅力的なイラストの前には完成が楽しみな原型が置かれていました。 PC ゲームドラッグリオット、ヤライミユのフィギュア、6月末に発売予定。ゲーム甘色アイルノーツの甘霧ユネは5月末に発売予定。同ゲームのシャーリー・ウォリックは4月末に発売予定です。誘惑的なポーズをしてますね。まあゲームに比べたら軽いもんです。アニメフェット・カレイド・ライナー、プリズム・イリア、ズワイツ・ヘルツのイリアス・フィラ・フォン・アインツベルのフィギュア。アイスクール・ディディ・ニューのリアス・グレムリは5月末に発売予定です。全部綺麗だけど回りたいブースがまだまだあるので次に行きましょう。セガプライスのブースではゲームセンターよ景品の新作が展示されていました。あー、クラブセガの景品の数々。マドモアゼルから離れてファンタシースターオンライン2のこのフィギュアが目に留まりました。ファンタシースターオンライン2グッズに囲まれています。外せない初音ミク、いくつかのセガのゲームのスターですからね。他にもフィギュアはありますが先を急ぎましょう。アニプレックスプラスのブースでは主にマドカマギカとスウォードアートオンラインのフィギュアが展示されていました。アルドノアゼロとマドカマギカのイラストや絵が描けられています。楽園追放エクスペル from Paradise のタペストリー。いやしかしすごいカットだな。黒羊 Book of Circus の絵と黒羊 Book of Murder の傘、マイクバージョンのマドカマギカのフィギュアは手前の原型2体が桜京子とミキサヤカ、それからトモエマミ。アケミ・ホムラ、最後はカナメ・マドカ。バスタルを巻きつけたマミは限定版で7月に発売予定です。スウォードアートオンラインのフィギュア2体はスクール水着のキリガヤ・スグハとビキニ姿のユーキ・アスナ。スグハが6月、アスナは7月発売予定です。それぞれ2つずつ違う表情の顔を付け替えられます。銀玉のエリザベースのミニフィギュア、ペルソナ4と4月からアニメ放送予定のアーケードゲームガンスリガー・ストラトスのマスコットのフィギュアの原型。ここはウルトラマンなどを連載する漫画雑誌月刊ヒーローズのブース前。そうです、ウルトラマンの漫画があるんです。注目度も上昇中で大きなコーナーになっていました。コーナー内にはウルトラマンのフィギュアアーツや原型リングが展示されていました。間にはイラストウルトラ怪獣の美少女バージョン、ああカンコレのコンセプトのようにねと思っている人がいるでしょうね。このフィギュアは怪獣ゴモラがモチーフです。なぜかスクール水着ですね。ウルトラマンコーナーを回ってたらガイの右腕に遭遇。ガイは漫画スウォードガイの主人公、アニメ化プロジェクトが進行中のようです。近くには第3巻が3月に発売された漫画キリングバイツの看板、さらに作品のヒロイン瞳のコスプレをした夢コスプレイヤーカショロシエルさんがいました。瞳は半分獣で半分人間だから薄着でも平気ですかね。ブースの反対側に回ると玄関ヒローズの漫画のイラストが展示されていました。グレン・ラガンの看板、横にはセラフォクバージョンの陽光のフィギュア。今日はここまでです。まあなるべくね番組が長くならないように一応努力してます。長くなるとねみんな結構引くなようなんで、でまたまねこのワンダーフェスティバルの企業ブース、まだたくさんブースが残ってるので今すでに、次の番組を作ってるんです。いつ終わるんでしょうかね。この番組作るのにだいぶ時間かかったので、次は
どうなるか分かりませんけど、まあ、すでに、企業ブースの、まあ、ワンダーフェスティバルの第2弾今準備中なんです。番組最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた近いうちに、さよなら。